ロシアはアメリカ合衆国ニューヨーク州ハーキマー郡にある町。人口2578人。ユーティカの北東、郡の北西に位置する。北にはアディロンダック公園がある。1792年頃に設立された。1806年に近隣のノルウェーとユニオン町を設立。1808年に町名をロシアに改名。 1836年に町の一部とオハイオの一部がウォルマート町となった。1896年にウェップが設立されると、ウォルマートの多く地域がウェップの一部となり、他はオハイオの一部に戻った。町の面積は60.4平方マイルでそのうち56.6平方マイルが陸地、水面積が3.8平方マイル。 ニューヨーク州道8号線とニューヨーク州道28号線はポーランドの村につながっている。2000年の国勢調査では人口2487人、993世帯、707家族が住んでいた。人口密度は平方マイルあたり44.0人、平均密度22.1平方マイル2252の住宅があった。人種構成は 白人97.75%、ヒスパニック、または、ラテン系が0.44%、アフリカ系0.32%、ネイティブアメリカン0.56%、アジア系0.72%、その他の人種が0.12%、婚結が0.52%。18歳未満の住人がいるのは30.8%、夫婦で同居が56.9%、 独身女性が7.0%、家族ではない世帯が28.8%。全体のうち23.1%が65歳以上で、うち7.7%が単身世帯であった。平均世帯人数は2.50、平均家族人数は2.90人。全体のうち18歳未満が24.8%、18から24歳が6.6%、 25歳から44歳が28.1%、45歳から64歳が26.4%、65歳以上が14.0%。平均年齢は39歳だった。女性100人に対し男性109.7人、18歳以上の女性100人ごとに男性107.4人がいた。 平均世帯年収が35,588ドル。一家の平均年収が4 8四4 7ドル。男性の平均年収が29,798ドル。女性の平均年収が2,968ドル。人口の14.9%、家族の12.1%、18歳未満の25.8%、65歳以上の13.9%は、 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。